紅ズワイガニ漁は毎年9月1日の午前0時に解禁されます。今日は悪天候のため波が高く、カゴを引き上げる船が5隻のうち3隻となったことから、水揚げしたカニは2200匹と去年の2割減になりました。県内の漁港で水揚げされた紅ズワイガニは越の赤ガニと呼ばれ、ブランド化されています。中でも重さ1キロ以上、甲羅が14センチ以上など複数の条件をクリアしたものには極上のタグがつきます。残念ながら今日水揚げされた中には極上のカニはありませんでしたが、初競りでは競り人の威勢の良い掛け声に合わせ、仲買人が次々とカニを競り落としていました。飲食店の方もね、自粛しとられて、なかなか外食旅に行くことはできんからね、うん、皆さんこうカニ買っていただいてね、家庭で、うん、食べていただければと思います、はい。一方こちらは新港きっときと市場です。競り落とされたばかりのカニが早速茹でられ店頭に並んでいました。紅ズワイガニの漁は11月末から来年1月頃に最盛期を迎え、5月末まで行われます。